はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使真田幸村プレイ続きをやっていきたいと思います。今津軽家と海戦戦争中にありますので、今回はね、その続きになりますが、まずはしっかり、北側を固めていこうということで、今回も津軽家に対してしっかり対応策を講じていきましょうというところになります。野辺地に関しては最悪城を失ってもいいかなというところにはなりますね。津軽勢は兵数が2万にまで膨れ上がるか。水戸城三戸ですね、三戸をしっかり攻略しておきたいんですが、味方がどれくらい数が集まるかというところだな。戦闘向けの武将は雪村ぐらいしかいないというのもありますしね。そうするとだ、安藤家とは金1万7600を上げる余裕がそもそもないので無理だな。野辺地城に関しては、どうにもならないな。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。これにて表情を終わります。どうしても米とお金が足りない状態が続いてしまうんで、これをねなんとか打破しておきたいんですが、そうだな、どこと外交をして、どこと結んでおくか。安藤家に対しては同盟可能のところまで一気に進めましょう。ましでだ、その他でこちらの話に乗ってきそうなところってある？上杉、同盟可能なところまで持ってく。かしこまりました。とにかく兵糧欲しさのあまりにやることなんですけどね。兵糧が欲しいがために同盟を餌に兵糧を差し出させるっていう作戦なんで、農業商業はもう委任しちゃいましょう。でだ、問題の合戦の方なんですが、三戸周辺の戦いがどうなるかだな。まあ野辺地城は明け渡すとしてもだ、口惜しきことよ。まあ、野辺地城与えてでも三戸が取れれば全然御の字なんで、その状態に持っていきたいんですよね。かたじけない。最上義明軍と謙信軍ですが、ここは謙信が勝利か。まあさすがに義明であっても謙信にはかなわなかったっていうところかな。情勢としては報告いたします。先月の収支です。
さ、米がなくなる前に決着をつけたいんで。もうちょっとかかるかな。米がないのが怖いんだけど。これはでもあれだな、最上義明は謙信に滅ぼされると。待て、この情勢を見ていると。では雪村は九戸から三戸へ向かいましょう。いざ参る、出陣する。ちょっとね、陣を取られた状態で合戦がスタートするのはあんまり嬉しくはないんですけど、それにしても厳しい厳しい冬が始まれば。兵糧がちょっと全然足りないからな。外交はどうなってる？親善の方が進んでないんじゃないか。かしこまりました。さあ三戸で津軽隊と激突するわけですけど、ここはまず確実に勝っとかないと何をやってたんだって話になるからな。さてと、主力の数では1万5000ずつしか兵が出せないっていう意味では合格だな。で、ここは全軍突撃で蹴りをつけよう。いや待ってね、森か。森の中の戦いってなると全軍突撃いけるか、神出鬼没で。ここはお任せある。いやーどうしようかな。奇襲特化部隊で奇襲にするか、それとも踊り挑発にするか。いや、北ちゃんを踊りに使って踊りに挑発作戦で敵をこちらの懐深くに引き込んで戦いましょう。まあそうは言ってもまずは全軍を前へ前へと進めていきましょう。六門戦の旗を掲げよ。行くぞ。おとり挑発でおとりに引っかかってくれた部隊を格好撃破するっていうのが作戦なんで、おとり挑発が発動する次のターンで発見されてることが大前提になるんですが、発見されてないね。おとり挑発が誰に対してやってるのっていう状態になっちゃったな。敵はどこにいるんだ、全くもって見当たらないけど。始めよ。敵はマジでどこにいるんだ、全然わからない。敵の居所がわかりました。やりたい、前へ。策のある者がいるようです。敵はちゃんといるね。敵の裏を描きましょう。引っかかったな。
敵の居所が分かりました。油断したようだ。向かったか。策のある者がいるようです。いや、なんとも言えない感じになってきてるな。押されてはいるけど、うまく乗り切れば敵の本陣に組みついているんで、敵の大将を敗走させるチャンスにはあるんですよね。なんでここはもう大将首だけを狙っていきましょう。その首この手でいただくとしよう。我が力思い知るがよい。受けよ我が一撃。やりたい。前叩き潰せ。策のある者がいるようです。この策敵の裏を書きましょう。我らの勝ち揺るがぬぞ。その首この手でいただくとしよう。まあね、先方を撃った部隊は別にして、その他は敵の大将を狙っていくっていうのが今のこちらの考え方なんで、それに沿って戦っていきましょう。掴んだ勝機逃しはせぬ。これにて幕とさせていただこう。我が力思い知るがよい。ここで負けるようなことがあるとね、一気にガーッとやられてしまうんで、今は引こう。今だ放て。我が策さあ引き下され。足止めは必要ないな。ここまで来たら敵を、しかも大将を階層に追い込むことが一番重要ですからね。放て。叩き潰せ。今は引く。一旦引こう。策のある者がいるようです。この策で敵を欺か。敵の居所が分かりました。やりたい。おい。策のある者がいるようです。我が策お聞きくだされ。これにて幕とさせていただく。我が覚悟お見せしよう。我が刃望むは貴様か。さあこれで決まるんじゃないか。敵の居所が分かりました。よし、勝利しましたね。まあさすが雪村、ああっていうところかな。陣が取られた上に数の上では敵の方が多いっていう戦いになりましたけど、まあ、しっかり潰してくれた感じかな。それでは三の辺は取りましょう。三の辺を取って、延べ地を失った分をここで取り返します。この城雪村がもらい受ける。片付けない。で5000の兵が迫ってるっていう状態か。これどうするかだな。今兵糧が足りてない状態なんで、行くぞ。己を信じて前へ進め。どうする。延べ地城に行くか、延平地城ですね、それともこちらの
ケマナイ城に行くか、まあ、ケマナイ城のままにするか一旦は。ちょっと待ってね、ガモン氏里とサナダマサユキ隊、つまり上杉の話は、上杉が勝つか、さすがだな上杉。ちょっと待ってね、今はそれどころじゃないんだよな。報告いたします。先月の収支です。いやー米がない、全然米がないな。そしたら一旦米を得るための策をちょっと考えましょう。どうするかな、米を買う、買うって言っても金ないもんな。取引を行いましょう。かしこまりました。とりあえずちょっとでもいいんで米を買っといて、で雪村を三戸に戻しましょう。出陣する。でその上で米をちょうだいっていう外交を展開していきましょう。米外交。かしこまりました。まだ1月だからな、次米が入ってくるのにだいぶ時間がかかるけど、ここで津軽から兵糧15,700、これはもらった上で一旦講和しよう。戻るぞ。これは仕方がないというか予定通りというか。報告いたします。しょうがないですよね。米がねちょっとないんで、米をうまい具合にね確保していく手立てを考えていかないと。では最前線の三戸なんですが、ここには北一族を入れとこう。でしばらくは内政に専念しておいて、それこそ米を貯めておきますか。雪村のいる小高城がねちょっと遠いんですよね。結局その小高から津軽のところまで攻め上がっていくっていうのが結構しんどいんですよね。これ見てもらった通り、それなりにというかがっつりというか兵糧をぐいぐい消耗しちゃうんで、だからやっぱり一回がっつり米を貯めて、米を貯めて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 一気に津軽を壊滅に追い込むっていうのが現実的なところかな。報告いたします。先月の収支です。で金がなくなって神前がストップ、それはありえないな。もう一回やろう。かしこまりました。
報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。そしたらまた米をもらっておきましょうね。よき考えたな。策がございます。ホロ州組織は戦闘面でだいぶ変わってくるんで入れておきたいですが、ちょっとまだまだ全然足りないですね、試作力が。では兄者には米をもらいましょう。報告いたします。先月の収支です。津軽との同盟が、講和が切れるタイミングを待って、かつ次の米が入ってくる時期も睨みつつ、再び兵を招集していきますか。津軽の息の根を止めておきたいんですよね。報告いたします。先月の収支です。かしこまりました。どうしても今雪村の領地が縦長になってしまってるんで、すごくすごく兵糧の消耗が激しいんですよね。報告いたします。先月の収支です。さあ、ただ5万近い米が集まってきたので、この5万の米を使ってなんとかかんとか、これにて表情を終わります。津軽をさらに追い込んでいきたいところになるんですが、そうするとちょっと一旦兵を上げてみますか。前線で津軽に対して宣戦布告をして、真田の軍略味わうがよい。2万5000の兵か。これでいこう。28,600。集結まで少し1ヶ月という時間を要しますけど、やっぱり雪村を入れておくのと入れておかないのでは全然違いますからね。さまないで合ってる？けまないですね。けまない城を落として、報告いたします。できれば3つぐらいは今回城を取りたいですね。講和か、これは拒否だな。軍馬500ではちょっと兵を収めることはできない。で、そうすると今ケマナイ城で戦う場合、こちらがおそらく陣を持ってない状態、つまり敵が陣を持ってる状態で戦うことになりそうなので、
戦う場所を変えましょう。己を信じて前へ進め。野辺地に変えます。陣を持ってるところで確実に勝ちたいんで。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。でここでは優先的に合戦項目を入れていきます。これにて表情を終わります。ホロ州組織はまだ無理かな。まだ無理だね。もう2回ぐらいかかりそうな感じがしますね。論議が多いんで、論議はちょっとやってもよかったかな。まあ今更だな。さあこれ津軽隊本隊との一大決戦になりますけど、ここで確実に勝利を収めたいけど、敵が持ってるか、敵が陣持ってるか。私にお任せを。そしたらここは、こここそ全軍突入で蹴りをつけに行く。六門戦の旗を掲げよ。この雪村に続け。まあこれは雪村の軍に頼るしかないですね。雪村の戦闘力に頼ろう。敵の居所が分かりました。やりたい。前へ。ちょっと一部包囲されつつあるな。敵の前衛を突破して包囲を。正々堂々勝負せよ。されないようにしていきたいけど、こっちでね、まあ、指示が出せる状態ではないんで、さらに奇襲攻撃か。向かったか。さらに奇襲。ただ階層に追い込んだんで、これはこちらの想定通りだな。足軽隊前へ。さああと3ターン残ってる。これであと2ターンになりましたね。この手でいただくとしよう。今こそ雌雄を決する時。逃げないのなら仕方ありませんね。放て。敵の居所が分かりました。さああと1ターンだな。あと1ターンのうちに体勢を決めておいてほしいけど、まだまだちょっとかかりそうですね。射抜け射抜け。よし、一旦ここで突撃態勢はやめてだ。どうするかな。陣を潰しながら確実に戦いに勝ちに行くか、それとももう隊長を配送させて一気に戦意ゲージをくじいていくか。ちょっと悩ましいな。策がございます。我が覚悟お見せしよう。ご命令を。この策敵の裏を書きましょう。この策で敵を欺か。いや、ここは大将を叩いて一気に戦技術こちらに引き込む。さらさらねえぞ。この一撃全てをかける。叩き潰せ。放て。策のある者がいるようです。撃て。ご命令を。始めよ。やっはは。勝てるとでも思ったか。この戦いは負けられない。まあいつも言ってますよね。どの戦いも負けられないんですけど。足りない。逃がすな。前へ。射抜け。
今一度戦場へ。よし、為信が引いていくんであれば為信を追っていきましょう。始めよ。追ってって追い込んで最終的に撤退まで追い込めれば、それで一番確実な勝利になりますからね。射抜け。敵の居所が分かりました。我が策、お聞きくだされ。こちらが一枚上手のようですね。この策で敵を欺か。策がございます。撃て。哀れな弱き者に死をもって報い。こちらが一枚上手のようですね。愚か者には死あるのみ。放て。今は引くぞ。射抜け。さあ、戦意ゲージが向こうに傾いてるけど、実情はこちらが有利なはずだ。策がございます。問題は為信の体操なんですけどね。追い込める？追い込めるね。よし。あとは為信を撤退にまで追い込めればそれが一番いいんで、その状態を演出していきましょう。敵の裏を描きましょう。戦の仕方教えてやる。とっておき食らわせてくれるわ。やりたい前へ。やりたい前へ。体操したか。まずいな。せっかく押してるこの戦い。そうなるとカッコカッコで戦うよりかはもう撤退に追い込む方がいいね。為信隊を撤退に追い込みましょう。この一撃貴様にかわせまい。格の差思い知るがよい。足軽隊前へ。やりたい前へ。一旦引くぞ。策のあるものがいるようです。為信を復活させないことが一番重要だからね。策がございます。ここは守れ。この戦これで終わらせる。始めよ。これにて幕とさせていただこう。このままでは。解消したか。やりたい。もうあと一歩二歩で追い詰められるっていうところで味方から回想が出るね。ちょっとね、船尾隊も危ないんだよな。船尾隊も危ないけど、ここはもうひたすら進撃あるのみだな。我が良いも望むは貴様か。我が力思い知るがよい。敵を制すは我が軍略よ。ここから巻き返すのだ。まだ負けておらぬ。回想するね。もう本当にあと一押し二押しっていうところで回想者が出るね。敵のめせ。始めよ。練り上げし我が部徳富よ。この一撃全てをかける。今は引こう。敵の居所が分かりました。
今だ放て。どうする、雪村大丈夫か。雪村がちょっと危ない感じはするけど、雪村が万万が一回想するってことになると戦局が一気に敵に傾くんで、それは避けたいですよね。始めよう。その首この手でいただくとしよう。まだ良いも、望むは貴様か。我らが意地見せてくれよ。やっぱり陣持ってる持ってないで全然変わってくるな、戦局進み具合が。浅はかな。放て。しょうがない、ちょっと一旦雪村下げましょう。雪村の回想だけは避けたいので。いざ参る。始めよ。この策敵の裏をかきましょう。奥の手じゃ、見せてやる。愚か者には死あるのみ。この一撃貴様にかわせまい。巻き返すぞ。先生復帰してくるね、敵の方も。やりたい、前。今は引く、まだ終われぬ。なんとか雪村は回想する前に離脱できたので、あとは始めるぞ。もう 1,2 舞台ね、回想連続でできれば決まるんだけどな。やりたい、だ、回想者が出たか。放て。戦はこれからだ。本当に一進一退だな。そうすると始めよ。いざ参る。始めよ。覚悟しろ。浅はかなる。戦を続けようか。先生復帰してくるね、敵の方もね。残後残後復帰してくるから。やりたい、前。今は引く。何、いつの間にか雪村が攻撃される体勢に入ってるじゃないか。危ないな、これは。本当に危ないぞ。雪村のゲージがそんなに残ってないんで。敵を焼き尽くさん。時は今、力を合わせよ。よし、回想先生だ。一旦引くか。これで決まるか。やりたい。ようやく決まってくれる。いやー、決まってくれましたね。放て。ちょっと一時期はどうなるかと思いましたけど、やっぱりきっちり陣が持てる状態で戦うっていうのが定石ですね。今はちょっとそういう動きをしようと思ったんですが、よくわかんないうちに合戦に入っちゃいましたからね。じゃあここは力攻めで終わらせましょう。覚悟なき者に負けはせぬ。行くぞ。出陣する。報告いたします。先月の収支です。片付けない。ちょっと時間が長くなってきてるんですが、このケマナイまでは取りましょうね。
なき者に負けはせぬ。よし、ケマナイは取ったね。でケマナイ取ってるところでまた津軽隊が迫ってるんで、この津軽隊を撃破していこう。片付けない。はい、というところで、まあ、津軽隊とまさに津軽で激戦をこれからしていこうかというところなんですが、時間もいいところになりましたので一旦ここで終わりにして、次回はですね、残された本土内にある津軽の城は全部かすめ取りましょうというところをやっていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。